どうも、梶ヶ谷拓哉です。今日は iOS12 に、新搭載された機能を紹介したいと思います。ちょっとこの機能なんですけれども、iOS12 の方全員というよりは、iPhone6S 以降、6S SE とかですね、7とか、6S 以降の方が、iOS12 にアップデートした時に使える機能になります。これ AR キットとの絡みがあるので、そういうくくりになってるみたいなんですけれども、まだアップデートしてない方は、設定の、一般ソフトウェアアップデートから、アップデートするとその機能が使えるようになります。で、そもそもどのアプリかっていうと、この便利ツールっていうフォルダーがある方はそこの中に自動的に入ってるこの計測っていうものですね。はい、で、それ以外に例えば見つからない方はアップストアから、この計測ってアプリを検索するとこれは出てきますので、これアップル純正のアプリになりますので、これを落とす何かして、開いていただければと思います。で、計測アプリそもそもどういうものかっていうと、その名の通りですね、この計測をしてくれると。で、例えばこの iPhone10 をこうサイズ測りたいとした場合に、こうまずはこんな感じで対象物を探します。で、これだなっていうところにこういうふうにやると、こう自動的に四角がこういうふうに認識します。分かりやすいものなんですね。で、この真ん中のプラスのボタンを押すと、ここに8センチ15センチだよみたいな感じで表示がされます。で、ちょっとこの角度で言うと8センチ15センチなので、ちょっと多少の誤差はあります。で、iPhone X に関しては、7センチ15センチなんで、ちょっと今あれですね、iPhone の位置ずらしたら、この四角だけ残るっていう感じになりましたけれども。はい。なんで、7センチ14センチ、14.3 とかそれぐらいですかね。なので、ちょっと多少の誤差はもちろんあります。で、この感じで、距離を測るっていうのと、あとは単純に、こっからここまでの距離測りたいよってなったら、この丸が出た時にですね、この丸が出た時に、点を押して、こっからここまでの距離測りたいよみたいな感じだったら、これが、11センチですよとかっていうような感じで距離が測れたりとかしますので、こういう使い方をしていただいて、例えば家の中で、家具をこの位置に入れたいけど、これ幅どれぐらいなんだろうという時に、メジャーがなかったら iPhone を使って代用するということもできますので、AR のですね、いい部分が生活の中に取り込めるんじゃないかなと思いますので、ぜひこういうところも体験していただいたら、より iPhone の良さが伝わるんじゃないかなと思います。これ余談ですけど、コンパスの横にあった水平器が、こっちに移動してます。はい、なのでこれで傾きが分かるよと。で、前回もありましたけども、吉本本社は、一度傾いてるよっていうのも分かりました。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでですね、梶ヶ谷電機店の方では、iPhone とか家電製品全般の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。